ここまでの標識があるので、ここまで40キロなので、ここから60キロにして、はい、どうも。さあ、今回は名古屋市の、西区かな、に今おります。今、コンビニの駐車場に泊まっておりますが、まあ、ちょっとね、コメントでいただいた、まあ、高速道路の動画をね、名古屋高速の動画を上げたときに、ぜひとも右からの合流をお願いします。こう、いただいたりするんですけれども、これがまたですね、ちょっとかなり難しい状況にあります。なんでかっていうと、まあ、名古屋高速、まあ、首都高とかね、阪神高速とかね、そういう都市高速はね、基本的には制限速度、まあ、最高速度が60キロという状況なんですよね。で、まあ、実際のところはま、60キロで走ってるのはもうね、決められたトラックぐらいなものじゃないですか。もうほとんどの車80キロとかね、100キロとか、もうひどいのは100キロ以上とかで平気で分回して走っております。まあ、名古屋高速も変わらずです。特にね、まあ、阪神高速もそうなんだけど、名古屋高速なんかも結構まっすぐなんですよね。で、首都高は川の上を通ってる分だけ結構曲がったり分岐が多い分、まあ、あんまりスピード出ないかなっていうところはあるんですが、まあ、名古屋高速はね、結構まっすぐなんでね、特にお休みの日なんかはすごくこの飛ばす車が多いんですよね。で、今日はね、土曜日ということで、まあ、通常はね、お休みの方が多い状況なので、これで今から、右からの合流をしたいと思います。で、まあ、動画を上げるとね、どうしても、合流の部分でね、速度をお前出しすぎじゃねえかっていう声をね、タタ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 します。まあ、実際に、守れますかっていう話ではあるんだけど、まあルールだから守らなかんって言ったら、まあその通りかもしれないんだけど、まあそもそもね、合流っていうのが流れに合わせましょうっていうのが大前提にあるにもかかわらず、まあ制限速度以下なんだよね。まあ前にも23号線の合流のやつを挙げたんだけど、あれもね、国道23号線バイパス制限速度60キロだけど、合流のところはね、40キロの標識が立ってるんだよね。それで流れに合わせて加速しましょうって言って、ルール通りって言っても、もう40キロしか出しちゃいけないっていうことなんだよね、最大で。それで、守れっていうのは、まあそもそも無理だよっていうことなんだけれども、まあ動画を上げるとしょうがないかなっていうのはすごく思います。なので、今回はちょっと頑張って、60キロで合流したいと思います。右側をね。だからまあタイミングが良ければ全く車来ないので全く楽勝で合流できると思うんだけれども、タイミングが悪いと100キロぐらい走ってる車の列に60キロで合流をしなきゃいけないとかね、そういう状況にはなりますので、まあどうなるかはやってみないとわかりません。だから楽勝だったらごめんなさいということでね。で、一番難しい、まあ名古屋高速のところでちょっと一番難しい短い区間を走ります。ですね、庄内通りっていう入り口があります。そこのところはね、一宮線っていう、まあ、東名の方、一宮の方から来る路線があるんですよね。で、そこから環状線に入っていくっていう状況なんですけれども、環状線に入ったらすぐに左カーブで合流した後に丸の内という出口があります。ここがまたね、出るのに大変なんですよね。もう合流して2本車線変更して一番右の出口に出なきゃいけない。しかも短い距離なのでタイミング悪いと相当難しくなってしまうんだよね。もう最初から準備しなきゃいけない。それを制限速度60キロでやりたいと思いますので、まあ結果的に楽だったらタイミングが良ければ全く問題がなく多分できると思います。タイミングが悪かったらまあ恐ろしいぐらい危ないかなと。ちょっとそれをね、見てみて。要望があるのね。ルール通り。60キロの合流はちょっとね、正直やりたくないんだよね。怖いんだよね。100
100キロの道路、100キロでまあ走ってる方が間違ってるんだけど、100キロで走ってる流れに60キロで突っ込めっていうようなことになるので、ね、ルールを守ってない奴が悪いっていうのは簡単なんだけど、もうしょうがないよね。正直、個人的にはもうしょうがないから、流れに合わせないと、逆にあの、命の保証がないというか、まあ、とか言いながら、全然、車が来てないかもしれないですけどね、土曜日で。まあ、こういうふうには行かない方が、基本的にはいいかな。さあ、ここの信号を右折すると右側に入り口があります。そこからゲートをくぐって上り、かなり上るんですけど、そこで加速できないってなると相当しんどいですよね。制限速度60キロなので60キロはきついなっていうところをね、ちょっと導入していきます。正直ね、スムーズな合流を考えたらやっぱり流れに合わせないといけないので、流れっていうものがあるのでね、世の中そこに合わせないと逆に非常に危ないんだよねっていうことで、ここで右に曲がると入り口です。さあ、ここから入っていきたいと思いますね。40キロって書いてある。加速したいんだけどね、後ろにいるのがいるんでね。40キロって書いてあるので、40キロで合流しましょうかっていうの。40キロで合流、ここまでの標識があるので、ここまで40キロなので、ここから60キロにして、タイミングに見えませんでした。
左の急カーブがあるんだけど、2車線が1車線になります。右だけ生き残るので、ここでの後ろからのたくさんの車が来てるので、ここに右の車線でうまく入っていかないとタイミング悪いので、さらに面倒くさいことになります。まあ、またちょっと車が